はい、皆さんこんにちは、はい、ラジオマンジャックでございます。はい、どうもどうも。ね、ラジオマンジャックは気楽な会話ですけど、はい、今回は辛辣な気楽な会話、辛辣人種問題お友達人種問題、まあ、いろんな人がいるな、うん、そうそうそう、特にユダヤ人もたくさん語りたいです、今回は、ね、そうなんです、はい、僕のね、ユダヤ人って結構多くて、いろんな問題があるんですけども、はい、彼らはセコイとアメリカ人に言われます、ね、日本人もそう思うんだけど、その会話も含めてね、はい、特にボビーとかアンドリューとか、まあ、もうダニコールも含めてみんなユダヤ人だから、ね、イーガルメシカ、デビッド・カポリー、そのね、セコさについて言及しようかなと思ってね、ラジオ音楽でやりました。いいやつですよ。だけど人種が違うから仕方ない、仕方ない、価値観だから、ね、そう。でもね、エピソードもいっぱい含めて、今回もまた会ったことがあるんでね、普通は書けないんだよ、文字が残ってるから、ラジオで言うと日本語だから、はい、はい、ということで今回のラジオマンジャックは、特例でいきますよ、はい、ユダヤ人問題です。ラジオマン、いや際どいな、際どいんだよ、すごい際どいな。でね、事の発端はつい先日ね、キャスリーって、いろんな人と話してたの。そしたらリサコさんが一言言ったんだね、うん、ボビーやばいよ、切られてるよって。え、うん、なんで、なんか問題起こしたのって聞いたわけで、ボビーってよく問題起こすからキャスルで、ね、で、しばらく来なかったんだけど、いや最近って言うから、いや最近復帰してからまた最近すごいんだよ。あ、そうで、何かって聞いたんだ。そしたらね、なんかお金も要するに払ってないけど、空のグラスを持ってきてバーにあおられて、ついてくれって言うんだって。それはダメでしょ、うん、いやいや、いいとか悪いとかじゃなくて、うん、それでこれね、これね、心の中でちょっとね、あ、いけないなと俺思っちゃったことがあるんだ、自分がね、うん、俺そうじゃん。で、俺何にもリクエストしなくても、うん、バーで行くと、なみなみいつも座れてるでしょ、うん、だそれ見ててボビーも同じような気持ちになってる。あ、でもそれはね、もっと学ばないと、なんでそういう風になるかっていうと、それは俺一番言いたいんだけど、学ばないと。だから彼としてはさ、不公平とかそういうこと言わないんだけど、うん、ね、柳田チャーリーはそうで、俺はなんでっていう話になっちゃう、うん、だってね、なんかマクドナルドにさ、ね、お金も払わないで来てるさ、不労者とかがさ、うん、あれと同じ場所って、うん、ボビーお金も払わないで来てる不労者呼ばわですよ、杉江ちゃん。いや、だからね、結局ね、それは俺は、うん、日本人のその細やかな神経持ってるから、うん、パーテンと仲良くするってすごく上手でしょ。まあそうだね、まずあとは車屋さんの人たちね、バレーパーキングの人って仲いいよね、うん、すごく、うん、そうだね、それ理由簡単で、前もちょっと話したんだけど、シュート君だとアメリカから、日本からアメリカに帰ってきた時にね、お土産を渡すのはフロントの女の子たちだけなんだよ。あ、それにみんなでどうぞって感じ。そう、お菓子がいっぱい詰め合わせになったお菓子をポンと渡し、みんなでって言って、こんなのさ、ね、行き渡るわけないじゃない、どう考えたら。で、俺はどうしてかというと、最大一番早いところは、自分の友達親友関係以外は車屋さん行くんだよ、うん、ね、そしてあげる。なってるからな、車。そう、そっからスタートしてるわけね、うん、だからどういうところで人間関係やってるか、世話になってるかってことを考えないといけないもんね。レストランも無理聞いてもらってる。そう、でもさ、50以上買ってきたらもうないよね。早いな。でもあれ2つ3つ持ってた人いるの、あれで車屋さんのやつが。そして、ユダヤ人多いんじゃないかとかね、また。いや、ユダヤ人じゃないと思うけど。でね、まあ、そのユダヤ人の問題のことを今回話したんだけど、やっぱりボビーはね、本当そういうことを考えちゃうと、確かに周りが見たらせこいと。チップもね、ギリギリなんだっていつも。細かいところまで計算して多く払うことないと、うん、1セントみたいな。で、俺なんかさ、とりあえず1日20ドルだから、うんうん、だからみんなよくしてくれちゃって、うん、感謝を得てね、結局みんなさ、ボールペンくれたりとかさ、毎回するんだよ。だからまあね、で、結局さ、そういうとこ見たとき、ずるいとかそうじゃなくて、俺の努力があってやってるわけで、努力してるから、ね、で、俺はさ、もう一杯入れてくれって言ったこと一回もないんだ よ、 ないよ、ね、勝手についてくれるんだよ、みんながね、うんうん、もう一杯飲みなとか言ってね、みんなの気持ちでやってくれて、そういう気持ちで。で、僕は最近グラスを持ってあっちこっちのバーうろうろしてると、ドアイが嫌ってると、ジニーは大嫌いだって言ってるし、リサコさん、私も嫌い。だって、普通だったらそこで一杯頼んで払って飲む方が礼儀なのに、それを空のグラス持ってさ、だからさ、一杯ね、飲んで飲んだ後にさ、もう一杯じゃあどうぞ飲んでご馳走してあげるよっていうことはね、普通ないのよ。普通ないよね。それでその話が出た時に、うん、ボビーがね、先日俺の撮影に協力してくれたんだよ、ね、で、ボビーが酒がなくてさ、またうらうらして、それでリサ子さんとこいたから、いいよ、じゃあ俺払うから、ね、一杯入れてやってくれたらさ、いや、いらない、いらない、そんなね、別にね、やってあげる必要ないからって言ったら、ね、いいよ、私が出すからって言って、リサ子さんやってくれたの、うん、で、ありがとうねって言って、俺もチップを渡すわけだよ、うん、ね、だからそういうとこ考えたときに、ボビーはすごくせこいという話になった、うん、だってそういうさ、なんていうの、なんていうの、リレーションシップとか、努力とか、見てないよね。俺言いたいけどさ、ボビーってユダヤ人で唯一俺に誕生日プレゼントくれる男なんだよ。
それすごいよね。そう、唯一だよ、うん、まあそんな高くないけどね、あのこれ美味しいよってワイン持ってきてくれたりとか、うん、そういうのしてくれてる唯一の人間だ、うん、ね、で俺にはせこくはないんだよ実は、うん、でね、うん、でもユダヤ人だからせこいの。でももっと言うんだったら、アンドリュー・ゴールディハウスの成功さってすごいからね。なんかさ、最下位決定戦ね。いや、桁違い最下位でしょ。最下位決定戦。あのね、ニーガルメシカとかそういうの分かってさ、俺はユダヤ人だから、ね、最初から言ってくれるもんね。お金が重要だって言ってくれてね、全部話を。最初からスパンと言ってくれるから、あれだけど、他の人でさ、なんか、あわよくばいい思いしようとして寄ってきてさ。だからさ、あの例えばニーガルメシカなんか、みんなでさ、どこだったかな、うん、あの、要するにグローブかなんかで食事したときに、あの俺たちが全部出したんだよ俺が、うん、でもあいいよいいよその代わり出してくれと、その代わり俺すごいマジック見せるかってね、やっぱりやってくれちゃうんだよ。なるほどね。で自分は要するにユダヤ人だってはっきり誇りを持ってる、だからお金に対して厳しいと、うん、なるほど。それでいいね。アンドリューはすごくいいやつなんだけどやたらせこいんだよね。そう、会計になるとトイレに行くんでしょ。まあまあ何度も話してるけどね、うん、あのみんな食べててお会計になるとトイレ行って帰ってきてさ、まだ住んでない、住んでないともう一回トイレ行くって平気で言う男なの、うん、であのね、だって柳田さんね、あなたに今日ご馳走したいよ、ラーメン食いに行こうって行くでしょ、うん、そうすると必ず誰か呼んでるの、それでそいつに払わせる、うん、それでね一回ね、ダニーコールがあのその現場に居合わせて、それもね、うん、ハウステンボスで怒っちゃったの、うん、お前はユダヤ人の恥知らず、もう辛い思いしたと、そう ATM がついててさ、そうお前は全部俺ここはじゃないと俺は許さないって言って、うん、あいつ泣きながら ATM でお金を下ろして、うん、ご一緒ですよ。自分が払わないってことは全面的にもユダヤ人すごいね、うん、やっぱそこら辺の感覚は私たちには分からないけどね。ないないない、うん、だけどあのダニーコールも俺に一回もご一緒してくれたことないし、やっぱお金払いが悪い。あと前にね、うん、なんかなんだっけ、デビッド・ミンキンと、ミンキンもそうだよ、あとなんだっけ、あのサイパンちょっとあれなんだけど、名前出てこない、ナビルが2人でね、うん、ご馳走してくれたことがあったじゃん、みんなにキャンセルで、うん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 、その時私ですね、後で思ったんだけど、あれは全部ナビルが払ってるんだ。あ、ミンキ払わないよ絶対。だよね、絶対払わない、ユダヤ人だから。だからなんか、うん、ミンキも払ったような顔して、実は全部ナビルが払ってたんじゃないかっていう、絶対そうだよね。そんな気が後からしてマレーシアプラスジャーマンの、まあ、あの、うん、あの確認はしてないけど、うん、あ、そうかもなと後で思った。ミンキもいいやつだけどね、すごいいいやつだけど、うん、でもユダヤなんだ。ただなんでボビーだけ目立つかっていうのは、あいつはユダヤ人ってせこいくせに、ユダヤ人みんなせこいんだよ、うん、でベスト3ぐらいに入るよね上から、うん、もうアンドリーがダントツであって、それで、まあ、2番目かな、わかんないな。だけどあいつ大酒飲みなんだよ、うん、だから酒飲むユダヤ人でせこいのってあいつだけなんだよ、うん、多分他の人たちは質素にちゃんとしてるっていうか、うん、せこい分節約して自分の範囲内でせこくしてるんだと思うけど、うん、ボビーの場合風呂敷広げすぎてなんか、まあね、だからね、もう本当にボビーツアーとったんだけど、浅草連れてった時にね、うん、中見せていいものあったら買いたいっていうので結構高いんだ、いや俺買うよって言ってね、絶対買うって買うわけ、自分にはいいやつでしょ、100万のフルートとか買ってる。そうそうそう、であの彼女に何かプレゼント、マギーさんにね、うん、プレゼントするって言ったら一番安いシルク買ってくんだよ、あれじゃあマギーさんと別れてもしょうがないなと思って、ね、仕方ないよね、うん、いやだからね、まあでもね、あのボビーの偉いとこってのは別れた彼女を一回も悪く言わないの、全部自分が悪いんだってこと、あれはねすごく偉くて、ね、俺は嫌いじゃないんだよ、基本的にね、いい人なんだけどせこいっていうのは、だから人種が分かってあげれば嫌うことないんだけど、ね、ユダヤ人って本当そういうもんだから、だからお金に緩い人間は恥ずかしいって言ってさ、人間としてダメだってのユダヤ人の考え方だから、さ一番なんかいいのはさ、イーガルメシカみたいにスパンと逆に言ってくれてた方が付き合いやすくてさっぱりしてて、やっぱりねよく分かんないまま空のグラス持ってウロウロしたメシカとかね、すごい偉いのはさ、やっぱ自分に自信があるから、ね、ギャラじゃないんだよと、ね、俺が売るためのたくさんのお客さんがいるんだったらコンベンション行くって、そこがすごいの、かっこいいよね、うん、すごいすごい。あとは自分はねあれだから、こうギャラには辛いと言えるところとか、でもねボビーってすごいなと思うのはさ、やっぱりさマジックを見せてね動画撮らせてもらったんだけど、うん、俺のできない技法がうまいんだよ、うん、俺はワンの技法が好きで、ワン、ツー、スリーの技法苦手だけど、うん、だからダイオーナルパームシフトとかさ、いろんなわけのわかんない、うん、やたらうまくて、またおかしいやつが、だ俺はそのワン、ツー、スリーでやるの嫌いで、うん、で実はね下手なところもいっぱいあって、やっぱりあの、うん、あの処理した手をさ隠そうとしちゃうっていうね、昔の悪い、うんうん、でそれはもう、まあ、マジキャストの昔からの悪い習慣で、今は随分直したけどね、うんうん、まあそんなことでね考えたらボビーさん、ね、嫌われちゃダメだよって感じ。お金の使い方ってのはそういうことで、アメリカのチップシステムに馴染まないのは分かるけど、うん、俺たちだってうまいチップの使い方、俺なんか一番うまいよね、そうだと思う、ということだね、はい、面白い話がいっぱいできたと思います、はい、明日からつんちゃんも来るんでね、はい、楽しくやりましょうかなと思います。
からね、はい、はい、それでは、まあ、ボビーさん頑張って今度日本に行きたがってからまたね南グッズの人さよならです。どうも南グッズさん。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。